あ、こっちはまあ大丈夫かな。え、でも俺行くとこあるから。カシュー殿、カシュー殿。やさだ、コン先生、霊力流し込むルートが中間逆になるかもしれないけど、それでは体の中からぐちゃぐちゃになります。じゃあ一度に流し込む霊力の量を増やす。それも同じです。ならこのままでは1週間で完全に心臓が壊死します。もう十分でしょう。迷ってたんですけど、まだ赤ちゃんの花さんと一緒に過ごしてた時に、みだれさんが泣きながらいぶきに来たことがあったんです。僕、あの時カシュウさんがいなくなったって言ってました。それって今起きてる。カシュウさんのお葬式をする、それがカシュウ殿が折れるということですか。そこまでは分かりません。だけど、ちゃんと話を聞いて助けてあげればよかったって、みだれさん泣いてました。穏やかじゃないな。やはり我々はきちんと話を一度聞くべきだ。でも、僕たちなら難しくないかな。僕たちがカシュー君に近すぎる。そこだ。そこ？俺たちだとカシューに近すぎるなら、なんとなくカシューのことを知っていて、なおかつ話したところで何もできないから負担にもならない。そんなやつが聞き役にはぴったりだ。そんな人なんかいないよ。職員じゃダメ。そうくん、そうくんなら動いてくれると思います。また子供だよ。でもあと数日で18歳。いぶきにいる時から聞くのも上手だし、昔からカシューさんと面識あったみたいです。適役だと思います。じゃあ僕頼んでみる。なら私は先生にカシュー殿の居場所を聞き出してきます。じゃあ今日の業務は残りのみんなでやりましょう。わかった。よし、各自やること決まったな。やるぞ。はい、行ってまいります。あ、行きます。いらっしゃい。よし、行ってね。あ、みだれ、どうした？あのね、なんかあったか？あのね、そうくんがすごく大変なのも忙しいのも分かってるんだけど、カシューさんのことで相談したいの。カシュー？うん。いいぜ、なんかしてた気分なんだ。それを。うん。
そうくんはカシューさんのことってどういうふうに知ってる？カシューのことか。そうだな、俺がここに来たのが4年ぐらい前なんだけど、うん、カシューが新衛士になった時のことはまあ覚えてるな。あの時はその前にいた新衛士が全員いなくなってしまって、ああカシューが新しく新衛士になったんだ、うん、だから当分の間は一人で仕事しててすげえ大変そうだった。一人なんて無理だよ。あとはそうだな、詳しくは聞いてないけど、まあ、あの見た目だろ、大和の神あたりは関係してるんじゃないかとは思ったけど、詳しくは聞いてないんだ。ただまあ、ゆかりと関係があったのには驚いたな。だから歌手、伊吹に来れなかったんだな。うん、僕もね、ずっと一生懸命一人で調べ物してることとかは分かってたの。でも何も言ってくれなくって、だからカシューさんのこと全然分かんないままで。それを聞いてきてほしいって？違う、それはカシューさんのことはカシューさんの口からちゃんと聞きたい。でももう今新衛士来ないし、このままで本当にカシューさん納得できるのかなって。それを伝えてこいってか。狙い。分かった、俺に任せろ。ただそうだな、俺は聞き役にはなれねえかもしれねえぞ。カシューさんいじめちゃダメだよ。それは分かんねえな。泣かしちゃダメだよ。大丈夫だって、そんなに弱くないだろカシューは。よく倒れるよ。でもそれはダメだな。優しくね。分かった、よろしく。乾先生。いちごくんか。はい。カシュー殿は今どちらにおられますか。教えてください。清光くんのことが知りたいならカルテのパスをあげるよ。知ることは手段であって目的ではありません。カシュー殿が納得いくまでやる、私たちはあくまでそのサポートです。西館の203号室安田君の病室だよ。今もそちらに？ああ、ずっと出てこない。安田君のそばにいる。ではこういうのはどうですか。清光くん、また食べてないんですか？食べなくても平気。私はあくまで君の担当です。清光くんに無茶をさせたくないです。無茶なら今までだって散々やってきたよ。そうでしたね、保護室に入れたこともありました。清光くん、最後の時まで彼のそばにいたいのならそれ相応の行動をとってください。そうやってそばでじっとしているだけでいいのですか？じゃあウリュウさん、ケーキ買ってきてよ。それは自分で行くべきです。安田君も自分で選んだんです。
タガラスに入るんだって。うん、甘いの特務部官だってさ今のソウって名前も気に入ってたからちょっと寂しい感じするけどな。あれ、それ持ってるってことはケーキ買いに来たのか。そううまいよな、ここのケーキ屋。菓子は何が好き？俺はイチゴのやつが好き。あー、イチゴね、定番でうまいよなイチゴのやつ買えた？うん、今日は抹茶のやつにした。イチゴのやつ売り切れてたのか。うん、あった。でも今日は抹茶なの。なあ、歌手、お前大丈夫か？大丈夫だよ。何？みんなに何か言われたの？歌手ってほんと自分のことになると周りが見えなくなるみたいだな。何？知らないの？俺のこと。知らないよ。あいつらもみんな知らない。もう3年だぜ、歌手が新演師になってから。それだけの時間かけてやってきたことがあるんだろう。それを簡単に諦めんのか。だからケーキなんて買いに来たのかよ。今の俺にできるのはもうこれだけなの。ふん、大和の神死んだのか。どうやったかは知らないけど、俺と一緒で助けられたんだろう。俺は太鼓金に、お前は大和の神に。お前の見た目分かりやすいからな。で、死んだのか。何をもって死んだって言うかによるかな。刀剣破壊してないよ。は？死んでねえのかよ。俺のやさだ、勝手に殺さないでくれる？じゃあお前なんでこんなとこでケーキ買ってさ、お供え物しに来たのかと思うじゃん。そんなつもり。まあでもあと4日くらいでダメになっちゃうんだけどね。バッカじゃねえの、まだ時間があるのに諦めんのかよ何それ、本気で言ってる？3年だよ、俺が新演師になって3年間ずっとやれること探してきた。その結果がこれだからさ、最後くらいゆっくり一緒に過ごすもんでしょ。それがバカだって言ってんだよ。まだ時間があるのに諦めんとか、それでお前は納得すんのかよ。納得なんてできねえんだろ。でもできること全部やって、調べること全部調べて、それで安田の体ダメにしてきたんだよ。一人でできることなんてたかが知れてるだろう。お前の周りには誰がいる？使えるもん全部使って最後の1分1秒までできること考えてやり抜けよ。しんどくても苦しくても、それが助けられた側の俺たちの務めだろう。そうは厳しい。だから俺の体を使ってくれ。君本当にダメになるよ。それでもいい。本当に？そうは、あいつは俺が担当されたいに生まれたんだ。俺にとっては兄弟みたいなもんさ。だから頼む、これは俺の意思だ。俺が決めたことだ。だから頼む、そう助けてくれ。だから俺は特務部官になるって決めた。歌手、お前このままで本当に納得できるのか。納得なんて。俺は久しぶり。いちご、ごめんね。許しません。これあげるから許して。ケーキなんかでほだされたりはしないんですからね。ケーキか、いいな。これは私がもらったのです。しっかりほだされてる
ちゃんとぶつかってあるよ。ならみんなで食べましょう。うん、いちご、あのさ、いちごの言葉を無視してごめん。ちゃんと届いたよ。本当ですか？うん、目覚めた。で、どうするんだ？ねえ、みんな本当に俺のこと知らないの？まだ知らないよ。なんで？知ろうと思えば知れたでしょ。君に頼ってほしいから知りたかったわけじゃないよ。カシューさんが納得して前に進めればいい。それだけだからね。ありがとう。じゃあさ、聞いてくれる？俺と冷やさだのこと。安田だ。清水と話はできたか？なんでいつもああなんだよ。今だって一番辛いのは自分なのに、異業の主のこととか僕のこととか。あいつのために何かしてあげたい。それは俺も同じだ。ならもうこの顔やめるね。そうだな。あんまり心機臭い顔してるとあいつ心配するからな。清水、お茶入れてきた。やっさだ、爪塗ってよ。はあ、なんで？自分で塗ればいいじゃん。左腕動かなくなっちゃった。だからさ、お願い。可愛く塗ってよな。うるさいな。はい、どこ？ここ？そう。あ、ちょっとなんではみ出すの？文句言うなよ。雑。早く上手くなって。不器用なんだから無理だよ。安田も練習がてら自分の爪塗ればいいじゃん。こういうの、爪がいじってするから好きじゃない。可愛いのに。安田、これ終わったらさ、ケーキ買いに行こうよ。いちごのやつがいいな。僕は抹茶のにする。一口交換だよ。仕方ないな。清水、うん、はい、ありがとう。またその花？綺麗でしょ。本当に清水は花が好きだよね。うん。匂いもいいから。そう。あれ、今日二人ともチーズケーキなの？だってミルフィーユっていうのが食べたかったのになかったんだもん。じゃあ次はそれにしよう。うん、よし。じゃあいただきます。うん、おいしいね。うん、初めて食べたけどふわふわね。おい、うん、お前らいいもん
食べてんじゃねえか。バレちゃった。まあいいけどよ、もうちょっとしたら昼飯だぞ。ねえ主、今日の昼ご飯は何？今日の昼ご飯は俺の特製チャーハンとあとチンジャーロースだな。ね、また中華なの？ごま団子は？ごま団子？いや今日はねえし、あれめちゃくちゃめんどくさいんだよな。次楽しみにしてるよ。うん、あ、まあそれ置いといて。時間に間に合うように来るんだぞ。はい。清水清水、どこで食べる？上で食べる？うん、部屋で食べるからさ。じゃあ持っていくね。よろしく。うん。清水、ご飯で。清水。清水、はい、起きろよ。あ、ごめん、寝てたみたい。寝てたって。大丈夫だよ。ごめんごめん。あ、食べようよ。ね。ほらほら、準備しよう。いただきます。何これ、あるじ調味料入れ忘れてるじゃんね。醤油取りに行かなきゃ。行こう安田。秘密？え、味あるよ。味感じなくなっちゃったみたいだ。こっちなら。やっぱりダメみたい。まあチャーハンだったらほらお米の食感パラパラしてるし美味しく食べれるでしょ。うん、そうね、胡椒の香りがいい感じかもしれない。じゃあもっとかけてあげる。いいよ、俺は自分でやる。だって安田にやらせたら大変なことになるだろう。否定しないってことはそういうことだよ。ほら食べよね。してた。そういうの部屋でやろうよ。悪かったって。安田だ、連れてってくんない？足動かなくなった。本部でいい？大丈夫、見くびるなよ。ちょっと落とさないでよ。もう文句言うなよ。しょうがないじゃん、怖いんだもん。待って待って待って、内場に遅れる。早くして。こうして、もう袖かかってないじゃん。やってやって。はい、持ってて。はい、いい加減一人でできるようになってよ。清水がいつもやってくれるんだったら大丈夫。
そんなわけにいかないよ。だって一番どうせ一緒じゃん。一緒にじゃない時だってあるからさ。主に頼めばいいじゃん。そんなわがまま通用しないって。どうしようがないの。あ、清水、ん後ろリボン清水縦だよ。嘘でしょ、可愛くない。あ、そうか、よろしく。こうしてこうしてこう、どう、縦、まあ、こうしてこう、こうしてね、なんでいいよ、どうだ、こう、のぶそを、あ、バッチリ。ほんと？オッケーオッケー。かわいい、かわいいよ、うん、ほら行こう。はいはい、誰のせいで遅れたと思ってんのよ。金曜日、これぐらいでいい？まあ十分なんじゃない。どこに飾るの？こっちの大きいのは大広間に飾って、うん、あとは主の部屋と、まあ俺たちの部屋もいるでしょ、うん、あとは希望者でいいんじゃない。希望者殺到したらどうしよう。そしたらまたみんなで来ればいいでしょ。みんなで、うん、そうだね。じゃあ行こう。さて今日の朝で何かな。卵焼きがいい。一切れちょうだい。なんで？あげないよ。大丈夫大丈夫。起きられる？うん、ほらゆっくりでいいからさ。怪我はしてないよ。ならいい。ほらタスキ持ってきた。いいよ、可愛くやってやるからさ。いいってば。ねえ安田だ。ん？タスキ一人で綺麗に結べるようになってよかったね。僕が結べるようになって清水困らないだろ。そうね。ほらやってやるからさ。だからいいって。それ汚れるよ。一番もないのに。なんで汚れんだよ。それもそっか、せっかくの非番なんだしさ、一緒にゆっくりしよう。ね。そうね。清光？何？河川が今ボタンが見頃なんだってって教えてくれたよ。そっか。見に行く？行きたいけどちょっと厳しいかな。じゃあまたにしよう。うん、そうね。ご飯持ってきた。ありがとう。起きれそう？行くよ、うん、せーの。ありがとう。今日さ、これだったらいけるかなって思っていろいろ薬味をね、用意してみた。どれにする？おろしと生姜とあとなめたけ。じゃあ生姜にしようかな。オッケー。あら、あー、飲まなくていいからさ、むせるんだから。
ごめん。もう飲み込めないみたいだ。せっかく準備してくれたのに、ごめんね。いいよ。ほら。安さだ。ん？あのさ、前に話したこと覚えてる？だからちゃんと話そう。俺はさ、これからどんどん体動かなくなってく。ならないよ。なるの。なんないで。無理。仕方ないの。仕方ないとこ言うなよ。やっそだ。俺はさ、できるならずっとここにいたい。ここにいればいいだろ。でもそしたらお前はきっとしんどくなる。だって今だってそうだろ。まだほら左手が動かないだけなの。それなのにこんなになってる。俺はさ、安定のことを苦しめたいわけじゃないんだ。だからお前がしんどくて辛くてどうしようもなくなったら白雪に行こうと思う。白雪って？そう、政府の医療施設。ダメだよ。あそこ行ったら帰ってこられなくなるかもしれないんだよ。かもしれないじゃない。帰ってこられない。対処法がないからね。一人だよ。そうね。バカじゃないの。なんでいつもそうなんだよ。そんなお前の顔見るの俺が嫌なの。俺のためだよ。あのさ、もうしんどくない？これそんなこと分かりきってたことだよ。清光、今一番辛いのは清光だろ。不安だししんどいよね。無理しなくていい。これ初めてじゃないんだよ。新選組の時同じだっただろ。あの時だって清水先に行ったんだ。まああの時は突然だったけどさ、今は違う。やれることもやりたいこともまだあるんだ。だからそんなこと言わないで。爪が塗れなくなったら僕が塗る。歩けなくなってもどこだっておんぶしていくよ。もし清
聞こえなくなったらさ、筆談しよう。目が見えなくなったら指文字。寂しくなったら抱きしめたい。泣きたくなったら泣けばいいし、もしも動かなくなったら僕が涙拭ってやるからさ。だから一人になるなんて言うな。最後までお前のそばにいたい。やっさだ。ありがとう。サイクだぞ。うるさいよ。お前なんてサイクじゃないか。やっさだ。これ アルストロメリア、お前好きだろ。わざわざいいのに、香りもう分かんない。好きなものはそばに置く。ありがとう。やっさ。やっさだ。清水、体拭き終わったよ。
よみつ。善くん、みだれくんの呪いを解くことはできたのですが、機能をすべて元に戻すことはできませんでした。できるだけ早い解除ができれば後遺症も少ないと思うのですが。玉髄の主に連絡は取った。清光くんも相当機能を失っている。乾先生がしていた研究は、協力者がいないことにはどうにもね。そうですね。あるじ、清光の正式終わったよ。ああ、ありがとう。それで話って？清光が助かるかもしれない。本当？白雪から連絡があった。呪いを解ける。だから早く入賞してくれって。助かるんだ。いや、今はまだ可能性があるだけだ。でももしその可能性が清光を助けられるんだったら、またあいつが笑って過ごせる日が来るんだったら、我はその可能性にかけたい。僕からも話いい？なんだ？僕も行かせてください。ここにはさ、主のそばにはさ、僕たちがいなくても他の刀剣いるよね。白雪に行ったらさ、清光一人になっちゃうだろ。起きた時に誰もいなかったらきっと拗ねちゃうからさ。だからそばにいてやりたい。行かせてください。ああ、わかった。安田だ。清水のこと頼んだぞ。はい。清水。おいしいケーキ屋さんあるって教えてくれたよ。清光の好きないちごのショートケーキもあるんだって。本丸帰れたらさ、一緒にまた花植えよ。
事しろよ。ウリュウさん、今日も来ているんですね。うん、君も少しは休んでください。ううん、少しでもそばにいたいから。呪いは解除できましたよ。でもダメなんですよね。あとどれくらいですか。こういう時に新鋭士がいればいいのですが。安田君、少しいいですか。どうぞ。お疲れ様です。安田君、こちらに座ってください。うん、よく来てくれたね、安田くん。安田くん、こちらは私と一緒に清光くんを見てくれている乾支援医官です。今日君にここに来てもらったのはね、一つ君に提案があるんだ。僕は今ある研究をしている。その研究が清光くんの治療に役立つかもしれない。だけどもちろんリスクがある。これを聞いた上で君に決めてもらいたい。聞かせてください。大丈夫ですか？おい、大丈夫ですか？あ、ごめん。大丈夫ですか？一人で行けますか？途中まで一緒行ってもらってもいい？あ、わかりました。捕まってください。ありがとう。階段下りますよ。よし、ゆっくり。清光、来たよ。清光、僕だよ、安田だ。ない。嘘。ついてない。ここどこ？
白雪ついてきたの。そばにいるって言っただろ。文句言うなよ。どういたしまして。ん？何？やっぱりほら、泣いてないだろ。泣いてないよ。嘘なんかつかないもん。清水、起きたよ。すみません。来ないの？やはり私は。ごめん。やっぱり来なくていい。僕見てるとさ、辛いよね。全部僕がするからさ。そういうわけには。ちょうだい。ありがとう。他にもさ、することあったら指示ちょうだい。あ、でも担当なんだから挨拶くらいは来てよね。僕がいない時でいいから。じゃ。ごめんなさい。清水、戻ったよ。遅い？文句言うなよ。清水、ちょっといい？直す、おまじない。大丈夫？これだけ。うん、何もない。明日にはいいことあるよ。さあ、ずっとお腹鳴ってるんだよ。あ、清水、面会時間終わるから、僕、
部屋戻るね。いないの？他にあるんだ部屋。明日また来るからさ。待てる。じゃあね。始めまして、新演技館の瓜生です。君の担当です。気分は？体が重い。徐々に良くなってきますよ。お礼なんて言わないでください。ごめんなさい。おはよう。来たよ。ね。アルストロメリア、好きだっただろう。
何色？あ、白。赤。文句言うなよ。ねえ、ちょっと起きられない？雑。文句言うな。ん？鼻、もう一回嗅ぎたい。レモン。バラ。全部オッケー。次のおまじないしよっか。なんで血の匂いが、お前今霊力低いだろ。だから僕の一緒にあげるの。大丈夫。指、大丈夫？大丈夫？血、出たでしょ？もう、止まってるよ。わかってる。ちょっと川屋行ってくる。
浅田くん。吐き気すごくて、薬ある？ありますけれど、でもこれからもっとひどく。分かってる。休日に気づかれたくない。君にコン先生をつけました。少しでも体調をサポートします。うん。一人で立て。こんにちは、清光くん。はい。安田くんは少し用事で呼ばれているので、もうすぐ帰ってきますよ。体調はどうですか？よかったです。分かりました。はい。ただいま。用事なんだった？夜ご飯何かなってここの美味しいんだよ。俺食べられないのに、清光の分は僕が食べてあげる。痛っ。超痛い。痛い。怒るなよ。届かないだろ。フェイントに見せかけて攻撃。おはよう。来たよ。ねえ、起きれる？
ケーキ。昨日怒らせたお詫び。食べてみない？気持ち悪くはない？まだ食べる？はい、じゃあ、何？安さだわ。食べないの？僕は朝10個食べた。おいしかったんだもん。全部清水が食べていいよ。当然。次は？二人で食べようね。そうだね。清水、飴の味当て。いくよ。何味？いちご。正解。ありがとう。おいしい。酸っぱくない？僕はマスカット味だよ。
口。うん、食べられるようになったね。僕今食べてるよ。何を？おにぎり。嘘じゃないよ。ほら、中にリンゴとバナナとチョコと生クリームと、あ、清水も食べる？次のおまじないしよっか。大丈夫？大丈夫。清水、ごめんね。清水、おはよう。聞こえるようになった？よかった。清水、これ時計、アラームっていうのをやっておけば音が鳴るんだって。だからそれを例えば僕が来る時間とかご飯食べる時間とかにしておけば清水もわかるだろう。どういたしまして。ん？丸いの？文句言うなよ。直す場所選べない？無理。乾先生が管理してる。うん。ウリュウさんの先輩。ウリュウさん新しい先生だから先輩がついてるんだって。その人ならもっと早く直せない？
忙しいからダメ。清光、耳本当に大丈夫？聞こえづらさある？ゆっくり直していけばいいからね。はやく直さなきゃ。せっかちだな。清水、水変えてきたよ。どういたしまして。ん？はい。爪塗りたい。ああ。我慢。だって清水患者だろ？病院だし、うん、対処するときに塗ってよ。僕が。でも下手くそだよ。じゃあ、アイスをおごって。いいの？半分こ。一個食べなよ。僕10個食べるから。ごめん、寝てた。寝ないで。暇？ああ、最近面白い本見つけてさ、夜読んでて、ごめん。花？ど、ああ、次何がいい？今何月？8月だよ。ひまわり。ひまわりか。もちろん。よっそどたくさん植えたから大変。早朝から本当に眠かった。でも綺麗本当にね。また上清水大変だよ。
こんばんは、ウリュウです。耳聞こえるようになったって。ゆっくり戻していきましょう。ゆっくりです。清光くん、いや、その花好きなんですか？安田くんがひまわりを持ってました。明日持ってきてくれると思いますよ。清光、ねえ清光、これなんだ？なんでわかったの？そんなわけないだろ。全然平気。次のおまじない早くやってもらえない。あ、僕からも頼んで。急がなくたっていいじゃん。それに清光の体に負担がかかっちゃダメだろ。早く一緒に本丸に帰りたい。でもほら、困らせるのはダメだってね。それが良くなると都合はる。そんなわけないだろ。うん、わかった、わかったから僕からも頼んでみるから、うん、式神札ちょうだい。嫌です。嫌なだけでしょ。ダメじゃないんでしょ。安田君、できるだけ清光君と長く一緒にいたいんじゃないんですか？最近意識保てなくなってきた。早くしなきゃ。それでいいんですか？いいよ。
だからちょうだい。戻ったよ。ウリュウさんからもらってきた。無理言ってんだからね。じゃあやろっか。大丈夫、ちょっとむせただけだからさ。でも喉痛いから僕も指もし使うね。来る時間、あれ、声出るようになった。よかった。
安田だ。俺声出るようになったよ。おはよって何悪化しちゃったの？ノートまだ痛いだけってねえ、昨日ちゃんと寝た？しっかり休まないとダメじゃん。式神だって今日はいいよ、やめよ。お前具合悪いだろ。あるじ？あるじが霊力くれたから平気？そっか。じゃあ分かった。安田だ、安田だ。お前さ、もしかしてそれ、もうやめろって。ねえ、安田だ、安田だ。もう、安田だ。ねえ、お前本当に具合悪いだろ。嘘。もういいからさ、今日は帰って休みな。ウリュウさん呼ぶよ。ただの風って。じゃあなおさらじゃん。ちゃんと直してから来て。具合悪いやつに見舞いに来られたってちっとも嬉しくないよ。それにさ、お前がここで休みにしても狭いだろ。部屋でちゃんと横になりな。安田だ。そんな風にしたってダメ。帰りな。面会時間まだあるけど本当にいいのかい？今日が最後なんですよ。
安田君の車椅子を取ってくるよ。待ってて。瓜生君、あとは君が頑張りなさい。体調はどうですか？いいよ。ねえ、安田はいつもさ、この時間には来てるはずなんだ。でも昨日なんかすごく体調悪そうで。ねえ安田どう？ゆっくり休むように伝えています。そっか、やっぱり風邪かな。清光くん、左足どうですか？左足動く。ちょっと確認しますね、うん、失礼します。足に力を入れてみてください。曲げてみればいい？はい。問題ないです。明日にはもっと動くようになっていますよ。うん、分かった。じゃあ、まじないいいですか？お願い。気分はどうですか？うん、大丈夫、平気。よかったです。今日はゆっくり休んでください。何か余暇を過ごせるものを持ってきましょうか？いいや。わかりました。また何かあれば言ってくださいね。わかった。失礼します。安田。私です。ウリュウさんか。不服ですか？別に。足を見せてもらいますね。うん、分かった。失礼します。力を入れてみてください。両方動く。大丈夫そうですね。少し怖いかもしれませんが、一度立ってみませんか？うん、私が支えますね。立てましたね。うん、少し歩いてみましょうか。ゆっくり行きますよ。1、2。大丈夫ですか？大丈夫、ごめん。もう一度歩きますか？うん、歩けそうですね。うん、じゃあ一度座りましょうか。分かった。ゆっくり、そう、よいしょ、座ってください。まだ目が見えないので外に出ることはできませんが、この部屋の中であればゆっくり歩いても大丈夫ですよ。分かった。じゃあ今日もまじないをしましょうか。うん。
お願い。気分はどうですか？平気だよ。よかったです。ではこれで私は。ねえ、風流さん。どうしました？あのさ、安田どう？まだ良くなんないの？ゆっくり休んでますよ。もう安田のバカ。バカは風邪ひかないっていうの本当派手になんないよね。あれ？夏風邪はバカが引くってやつ？まあ安田だしありえるよね。やめてください。え、安田くんが誉丸を離れて白雪にいるのは清光くんのためですよ。うん、分かってる。ごめん。大丈夫ですか？はい。あ、歩けるようになったんですね。ありがとうございます。あの、俺の安田の部屋知りませんか？安田さん？あ、玉髄さんとこの甲先生とこの患者様だね。患者？そうです。あ、よかった。それだったら下の階の突き当たりです。わかりました。一人で行けますか？途中まで助けてもらっていいですか？わかりました。じゃあこっち、このまま手伸ばして。ここ。何やってるんですか清光くん。私言いましたよね、歩いていいのは部屋の中だけだって。いや、俺さ、もう悪いの目と右腕くらいだし、少しくらいいいかなって。いいわけないでしょ。ごめんって、そんな怒んなくても。どうして来たんですか？どうしてって、だって安田心配だし。ここに来ても会えません。え？君は今目が見えないからわからないかもしれませんが、この部屋には面会謝絶の掲示がしてあります。え、面会謝絶って何？安田そんなに悪いの？きちんと休んでもらうためにそうしているんです。ほら、帰りましょう。いいじゃん、せっかくここまで来たんだからさ、少しくらい合わせてよ。ちゃんと直してから来い。体調悪いやつに見舞いに来られたって迷惑だ。
清光くんが言った言葉をそのまま返します。何が平気ですか？ここに来るまでに何回転んだんですか？怪我だってしています。清光くんが無茶をして責任を問われるのは私です。どうしても言うことが聞けないのなら。まあもういいよ、分かった。帰りましょう。痛いってば。軽くひねったんでしょう。人の話を聞かないからです。ごめんってば。はい、これで大丈夫ですよ。ありがとう。暇なら音楽でも持ってきましょうか。いいよ別に。本当ですか？本当。二度はないですよ。分かってるってば。分かっているならいいのですが。また今日も来ないのかよ。やめとこ。安田さん。私です。ウリュウさんか。元気そうですね。うん、元気だよ。今すぐ出陣だってできそう。また冗談を。ねえ、俺さ、いつ頃完治しそう？まだわかりません。ねえ、治ったらさ、好きにしていいんだよね。はい。退所する際に、自分の進路は自分で決めるのがここのルールですから。それじゃあ今日もしましょうか。体調はどうですか？平気。よかったです。そういえば安田君から君に。何これ、手紙？はい。あ、そうか。あ、でも俺目見えないからさ、ウリュウさん読んでよ。わかりました、清光へ。そばにいられなくてごめん。体調どう？良くなっていってる？しんどいとか少なくなってきた？こっちは最悪だからしっかり寝てるよ。ねえ、良くなったらさ、何したい？ずっと見えないからちゃんと顔見たいかな。もっとケーキ食べたいだろ？清光はいちごのやつがいい？本丸にも帰りたい。主、元気かな？たくさん心配かけたから、清水、謝ってね。そういえば、二人羽織で汚した主の服、代わりの買ってあげなきゃ。センスは清水がいいから、任せる。あと、無理かもしんないけど、あんまり僕のこと怒んないで。怒ったら清水ブサイクなんだからね。寂しくても泣いちゃダメだよ。嘘。
泣いていいよ。泣いていいから、その後は顔を上げて、ちゃんと自分の時間過ごしてね。追伸。図書室の本、面白いからいろいろと読んでみるといいよ。安田より。だそうです。俺目見えないんだから本読めないってばね。まあ安田がそう言うんだったら読んでもらおうかな。ねえ、ウリュウさん、おすすめある？そうですね、牛虎先生が詳しいと思うのでまた聞いておきます。うん、よろしく。はあ、にしても今日もまた暇か。音楽はどうですか？いいよ。ねえ、それよりさ、あいつ、いつ頃治りそう？もうすぐ顔は見られると思いますよ。本当に？はい。よかった。早く会えるといいんだけど。おはようございます。おはよう、フリュウさん。体調はどうですか？あ、右手動くようになったよ。じゃあ確認させてください。手を置くので強く握ってください。もう少し強く。はい、問題ありません。では今日もしましょうか。あ、待って。どうしました？早く治したいんじゃないですか？それはそうなんだけどさ、先生。わかりました。すぐ行きます。清光、安田、安田、大丈夫？もうバッチし元気になったんだね。よかった。もう心配させないでよ。怒んないの？怒んないよ。怒ったら俺可愛くないんでしょ？手紙にそう書いたの、お前。そうだね。ねえ安田、俺あと目だけになったよ。明日には良くなるよ。そうかな。そしたらついに退所だね。退所後の進路は自分で選んでいいって。うん、だからさ、早く一緒に本丸に帰ろ。主が待ってる。そうだね。あと体もかなりなまっちゃったから手合わせしようね。できたらいいな。できたらいいなっていきなり出陣なんて主もさすがにやんないでしょ。そうだね。うん、あと他のやつらにも手合わせお願いしよっか。
泉の神とか、あと長曽根さんと堀川とか。安田？おはようございます。アラーム止めないんですか？その様子だと見えるようになったんですね。うん。体調はどうですか？平気。今なら飛鳥山にだって一人で行けそう。バカ言わないでください。では診察を。大丈夫。もう治ったよ。平気。ねえ、あのさ、安田どう？あいつまだ体調悪いの？じゃあさ、お見舞い行かせてよ。ほら、俺もう治ったし、目も大丈夫だからさ。ねえ、お願い。そのことで、今日は清光くんに伝えなければならないことがあります。何？これを。鏡？何これ？あれの目、もともと赤いはずだよ。なんで青いの？これじゃまるで安田じゃん。今の清光くんの体の機能は全て安田くんが君にあげたものです。え？もう一度言います。今の清光くんの体の機能は全て安田くんが君にあげたものです。は？清光くんの呪いは解くことができました。ですが体の機能は元には戻せませんでした。霊力の循環もできず、早急に機能を移植する必要があったんです。機能移植は乾先生の研究です。誰でもいいわけじゃない。同じ霊力、似通った魂を持った君たちだからこそ適合する可能性があった。だから私たちは話を持ちかけました。じゃあ安田が体調悪かったのって俺のせい？違います。そう言ったじゃん。安田君は自分の意思で君を守ることを決めたんです。だから君は悪くない。え、じゃあさ、安田今俺がここに来た時みたいに寝たきりになってるってこと？違います。何が違うの？全然違う。どこが？君とは違うんです。なんで？清光くんが入所した時、君の中には君の魂がありました。ですが今の安田くんの魂は今はもうどこにもありません。機能は魂とつながっているんです。安田君の中から取り出すたびに、つながった部分から魂は削り取られ消えていった。最後の目の機能を取り出した後、わずかに残っていた魂も昨日完全に消失しました。魂を失った刀剣は誘拐して消えます。だからもうすぐ彼も
消えてなくなる。嘘だろ。さあ清光へ、そばにいられなくてごめん。体調どう？良くなって言ってる？しんどいとか少なくなってきた。安田だ、安田だ、オッケーよね。元気なんだろ本当はさ。俺見てよ、治ったよ。手だって目だってもうどこも悪くないんだから。ねえ安田だ、返事してよ。ねえ安田だ、お願いだよ。ねえ俺一回でも言った？俺だけでも治ればいいなんてそんなこと思うわけないじゃん。何勝手なことしてるんだよ。もうやめてください。フリュウさん、今すぐ安田に機能を戻して。早く。できません。なんで？それが彼との約束だからです。約束？彼に移植の提案をした時に二つ約束してほしいことがあると言われました。一つは君に同じことをさせないということ、もう一つは君に、清光くんに最後までこのことを悟られないようにすることです。ねえ、もしかしてさ、俺の目直すの最後だったのってそのせい？そうそうですって。フリュウさん、安田の魂戻して。無理です。じゃあその方法探して。方法なんてありません。じゃあ俺が探すからさ。無理なんです。なんでさっきから無理ってばっかり言うんだよ。もう時間がないんです。彼は誘拐して消える。消える。そんな風にしたってダメ。帰りな。安田だ。ねえちょっと。安田だには方法をあげたの、俺には時間すらくれないの？安田だってしんどいとか苦しいとかずっと思ってたはずなのに、俺と一緒にいるために言えなくて。俺一緒にいたいって言って安田に帰れって言った。安田、俺のためにいろんなことしてくれたのに俺何もできてない。ねえ俺にできること何かないの？ねえ。ありますよね。コン先生、時間が欲しいんですよね。だったらありますよ。ねえ本当にあるの？誘拐とは霊力が完全に消えて起こること。だったら霊力をとどめることができたのならば体の崩壊は防げます。まあ魂が戻ることはないです。でも今すぐ消えるわけじゃないんだよね。それは外から無理に霊力を注ぐということですよね。そんなことをすれば肉体は壊死してしまいます。循環しない霊力は溜まり続ければよどんでいきます。安田君がそれに耐えきれなくなれば刀剣破壊してしまいます。よどんだ霊力を定期的に交換するとして、
その霊力は誰が提供するんですか？誰かです。誰かって清光くんから抜けば。それでもいい、俺やる。清光くん、彼は、安田くんは、本丸で、主のそばで、君がまた笑って過ごせることを願っていたんですよ。それは、それは、安田と一緒に叶えたいことだよ。だから俺に時間ちょうだい。君は感知しました。本丸に帰ってからだって、うん、俺はここで新鋭士になる。本丸にいるよりここの方ができることも探す手段も多いでしょ。だからお願い。どうして？主には俺からちゃんと言うよ。主、俺治ったよ。ああねえ、なんで止めてくれなかったの？あいつのこと。すまない。なんで？ここでは俺に主としての権限はない。あのさ、主、俺時間もらったんだ。時間？安田の魂を戻す方法を探すための時間の猶予をもらった。どうやって？安田の体に霊力を注いでとどめる。とどめ続けると淀むから定期的に霊力を入れ替える。そうすれば誘拐は起きない。そんなことをして安田は大丈夫なのか？負担が大きいから体は少しずつ壊死してくって。注ぐ霊力はどこで調達するんだ？その辺は先生たちがちゃんと管理してくれるからさ。少しの間動けなくなるだけだから大丈夫だよ。お前の霊力を使うってか？それしかないでしょ。そんなこと安田が望むと思うのか？わかんないよ。だってあいつ起きないんだもん。名前呼んでも手握っても返事してくんないんだからわかんないよ。清水、もういい。そんなことしなくていい。帰ってこい。お前だって安田にこんな助けられ方されたくなかっただろ。されたくなかったよ。でもさ、ほら、安田本丸にいる時から俺のためにいろんなことしてくれたのに、俺何もできてないんだ。またみんなで笑って過ごせるようなさ、そんな日が来るなら、その可能性が少しでもあるなら、俺はそれにかけたい。だから俺はここで新鋭士になる。主、許してください。お前は俺が許さないと言ったら、俺が認めないと言ったら諦めてくれるか？諦められません。そうだろうな。お前らはいつもそうだ。相手のために自分一人で考えて、そこに俺の気持ちなんて入らないじゃないか。もうやめてくれよ。主、このままだと清光刀剣破壊するんだって。そうか。あのさ、僕提案もらったんだ。提案？うん。
清光の体に僕の体の機能を移植する。それは安田は大丈夫なのか。体の機能を取り出すときにさ、僕の魂削れてなくなっちゃうんだって。だから僕はダメになる。そんなこと清水が望むと思うのか。わからないよ。だってあいつ起きないんだもん。名前呼んでも手握っても返事くれない。だから分かんないんだ。安田もういい。僕に言ったよね、清水のこと頼むって言ったよね。そんなことのためにお前に頼んだわけじゃない。清水が笑って過ごせるかもしれない、そんな日が来るかもしれない。これは唯一のその方法なんだ。だから許して。お前は俺が許さないと言ったら、俺が認めないと言ったら諦めてくれるか。諦められない。お前はいつだってそうだ。相手のために自分一人で考えて、そこに俺や他の人の気持ちなんか入らないじゃないか。いや、認めない。俺の気持ちが受け取れなくても、俺の意見はお前の選択肢に入れてもらう。俺はずっとお前たちの主だ。だから霊力が必要な時は俺に言え。俺に手伝えることやできることがあるんだったら俺に必ず言え。弱音はきちんと吐け。それから頼れる人をたくさん作れ。分かったけどさ、難しいことたくさん言わないでよ。文句言うな。ねえ、あるじ。あるじはさ、安さだと似てるよね。バカ野郎、お前の方がそっくりだ。そうかも。そうだよ。みだれくん、破裂するよ。
まあこうやって話してくれたということは、主殿の言葉をこれからきちんと取り入れるということでよろしいですかな。具体的にはどうするんだ。でも、もう本当に時間ないんだ。あとどれくらいあるんですか。3日間くらい。賀集君、君が3年間研究したこと全部資料ちょうだい。そこから何ができるかみんなで考えるんだ。さだ、みんながさ、お前のために何かできる方法はないかって探してくれてるんだ。いちごも食大切りも、みだれも堀川も鶴丸も、ほんといいやつだよ。早くお前にも会わせたいからさ。本当いちごくん、ねえ、ルリの本丸の主がラモの金賞の許可取り付いてくれるって。手出したいちご。それが分かっても許可くれなかったね。まあまあ。賀集さん、昨日移植の時に削れた魂って保管してないんですか。機能を傷つけずに取り出すことに特化してたから回収は難しかったんだって。もう一度俺が見る。移植は賀集の病室で行っていたんだよな。そう。どこの病室だ。南の1の1。前に魂を増幅させていたろう。その時の瓶残ってるか。あるよ。貸してくれ。こっち。あ、よ。お、久しぶりだな。会議終わったところか。あ、そうなんです。あ、そっかそっか。よし、じゃあみんなでさ、ちょっとお菓子食いに行こうぜ。ジュールさん、行くよ。ちょっとだね。じゃあ後で連絡するから。じゃあ連絡。スーパーお二方はご存知ですか。食堂に新作のスイーツが出たんですよ。どんなやつなんですか。イチジクのパフェです。イチジク、いいですね。食べに行きませんか。まあこの後暇だからいいけど。では行きましょう。よかったです。行きましょう。私は2つ食べるんですけど、トビさんは何個食べますか。1個で十分だ。そうです。君2つも食べるか。それはそうです。金賞のこの論文、参考文献に壊死した組織の再生治療についての記述があるの。活性化因子の投与、コン先生が専門分野だから聞いてみよう。これ注射の手入れの際に生じる霊力負担の分散図式回路、受ける対象と合わせて主側にも刻めばもっと効果が出るぞ。じゃあ僕、徳髄の主との通信許可をもらってくる。頼んだ。健康な心臓を移植するのはどうだ。拒絶反応が怖いわ。でも今あいつ免疫ないに等しいよ。保健男子から一人の心臓移植の量はいくつかあるの。ソックもその一人で。ああ、以上か。会議終わったか。ああ、それが終わったらヤマトノカミの心臓を移行するドナーがいないかどうか調べてくれ。頼んだ。来てくれて助かった。当然だ。体調はどうだ。問題ない。そうか、よかった。ありがとう。あいつを一人にしないでくれて。賀集はずっと一人じゃなかった。君がいただろ。なあ、安田は。いや、いい、頼んだ。ああ。再生治療で壊死する速度は遅くなっています。あと2週間は待つ。こっちも玉髄の主さんの新しい霊力分散術式の回路定着したって。明日から試してもらえ。ねえ主、体調大丈夫。大丈夫、元気にショートボクシングセーフだって。そっか。ドナーの適合者見つかりません。新しい大和の神安田を権限してドナーにできないか聞いたんだけどさ、
行政局の長谷部にしこたま怒られた。当たり前でしょ、やめてよね、そういうの。みんな一旦休憩、脳に頭部入れて。やったプリプリ。ピナリくんをそれ食べたら歯医者に行ってね。一人で。一人で。状況は分かってるのか。分かってる、一人で行くもん。ミナレ、えらい。ありがとう。はい、まあ、魂の残滓はなかったけど、時間が経ったから消えた。マリアは分かんないよな。確かにそうですね。どういうこと？時間が経ったから消えた。その可能性だってある。でも、実際見ないと分かんないな。俺が行く。ストップ。そこの許可もらってくる。ダメだってば。ダメか？歴史修正時見たことするのやめてくんない？普通にダメだから。いい考えだと思ったんだけどな。違っていたら大変なことになっちゃうよ。俺さ、別に過去を変えたいわけじゃないから。って感じなんだけど、素行許可ってやっぱり難しいか？ダメに決まってるだろ。バカですか？公開されたいんですか？そこまで言うか。そういうのもう絶対にやめてください。ごめんな。速攻許可は出せないが、魂の保管庫の入室許可くらいなら取ってきてやる。長谷部、やれる範囲でやっていいことだけですよ。うん、みんなありがとう。該当する資料がなかった。そっか、力になれなくてごめんなさい。そんなことないよ。一応保管リストだ。ありがとう、長谷部君。仮眠室で休め。ああ、うん、大丈夫。新栄氏のつぐるだ。どうした？分かった、玉髄の主につないでくれ。ひろみつ、コン先生から連絡がありましたか？何？ないよ。安田君、彼の心臓動脈が壊死しました。本丸では今も玉髄の主が手入れを続けています。それってさ、一昨日からだよね。主ちゃんと寝てる？寝てません。そっか。清光くんも寝てません。どうしますか？主に連絡してきた。手入れやめてもらった。細胞と霊力から作り出した記憶情報、新しい大和の神安田。それ安田じゃないから、そういうことはやっちゃダメ。みんなありがとね。もともと持って3日だったんだ。それが今1ヶ月だよ。みんなすごいよ。だからさ、本当にありがとね。頑張ったのは大和の神殿です。そして歌集殿、あなたも。どうしますか？ギリギリまで手伝うことももちろんします。じゃあ、あとはゆっくりそばにいたいな。もうここまでやったんだし。うん、
みんなにはすごく感謝してる。でもさ、一瞬だけへこたれてもいいかな。安田のこと統計破壊させちゃうのかな。何もできなかった。かすみさん、大和真神さんのためにできることはまだあるよ。ないよ。直すことじゃないよ。大和真神さんが選んだ選択肢は何だった？そうだね。俺が安田のこと統計破壊させた。多分あいつ誇るわ。俺にはさ、怒るなって言っておいて、あいつは絶対怒るんだよ。ずるくない？そういうずるいとこ嫌い？嫌い。でもさ、安田だからしょうがないよね。この神安田はそういう刀だからね。森川、ありがとう。ああ、もう最後にもう一回、もう一回だけ悪あがきさせて。一緒に来てほしい、鶴丸。俺でいいのか？どこにもいないのか、もう一回ちゃんと見てほしい。いるならさ、ちゃんと叱ってやりたいから。わかった、行こう。安田、来たよ。鶴丸、どう？やっぱりいない？だよね。ちゃんといるぜ。歌手のここに。鶴丸、ありがとう。ねえ、安田、起きないの？そっか、もう一緒に戦えないんだね。そっか、もう一緒にケーキ食べられないんだね。Thank you.
事してよ。清光、清光、清光、おはよう。清光、うん、これぐらいでいい？清光、大変だよ。いや、そうだ。ね、ちょっと。じゃあ、ね。ひ、よ、み、つ。お願い。ねえ。浅田のことを直すために新園子になったって言ったじゃん、うん、はあ、理由なくなっちゃった。いいじゃないですか、理由が変わったって。生きることが理由でいいじゃないですか。だって僕たち生かされたでしょ。そうだね。安田、見送ったよ。そうか、うん、なあ、お前に少し、いや、一つ聞きたいことがあるんだ。何？お前の帰る場所は決まったか？俺ここで新園子を続けるよ。もちろん主のところには帰りたかったけどさ、それは安田と一緒に叶えたかったことだから。それに俺ここでいろんなやつに助けてもらったからさ、その分俺もいろんなやつを助けたい。だからここに残るよ。そうか、じゃあ約束してくれ。無茶をするときはお前の周りにいる人、それや刀、みんなに言え。無理なときは俺に言え。お前は、いや、お前たちは
この先もずっと俺の刀で、俺はお前たちの主だ。それを忘れんなよ。はい。ねえ主、俺、俺たちのこと愛してくれてありがとね。バカ野郎。当たり前だろ。泣かないでよ主、お前が泣かせていたの。ほら、乱れ廊下走んないの。そんなことより大変なの。何？あのね、一人たちが喧嘩してて。どういうことそれ。とにかく早く、何だって言わせてもらうかな。いい加減私の方こそ言わせていただきます。毒だって思うところたくさんあるんだからね。ちょっと何してるの。ちょっと何してるの。ほら、そんなことないよ。ちょっといい加減にしなってば。僕のせいじゃない、ゴリ箱に。カシューさん、権限おめでとう。何これ、どういうこと。カシュー君、今日だよね。いや、そうだけど、なんで。君、権限の日は大事にすべきだぞ。だからって今までこんなことしたことなかったじゃん。いぶきの誕生日会行ったらとっても楽しかったの。だから僕たちもやりたいなってね。ちょうど今日がカシューさんの見念日でしたよね。だから君に驚きを提供したいよかなって思ってさ。喧嘩は嘘だよ。ちょっと、まあ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 、まあ、誕生日にはみんなでケーキを食べるという習わしがあるではないですか。そうだけどさ、僕も作ったんだよ。ね、いちごは手伝った。私は食べる専門です。じゃあ食べる。本当に失礼ですね。さあさあ、座って座って。ありがとう。食材気味だな。私のケーキを君にお願いします。君がめついな。分かっております。一に、それよりもあれ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 。そうでした、そうでした。カシューだな。これ、俺に。はい、うん、開けていいの。もちろん。これ使わなくても構わないです。どんな姿でもあなたはあなたですから。ありがとう。あ、食材切り。ケーキ俺が一番大きいやつにしてよ。もちろん。それでは私は鶴丸殿のケーキをいただきます。君それ許すと思ってんのか。昨日は例のお手伝いしたではないですか。それは合図で手を打ったの。大体っていうか前もさ、俺の大丈夫。大さんから緊急連絡。あのね、蛍石の子お子さんの霊力が暴走してるらしい。だから緊急入所の準備をしてほしいの。休憩終わり、切り替えるよ。じゃない、緊急事態。はい、よし、じゃあ動こう。俺たち新鋭士なんだからね。はい、はい、じゃあ、嬉しいよ。ありがとう。で、新鋭士には今日は出たみたい。あ、ね、この子、ケイさんが出た子だよ。だから見られ、情報みんなに回して。うん、分かった。私、追加情報取ってくるから。よろしく、頼むね。見られ、情報ある。うん、3ヶ月前の検診で引っかかってた子で、一応要観察っていう感じだったんだけど、今にもボカンってしそうだから、一応守りみたいなのとつけたりとかいろいろしてたんだけど、ダメだったみたい。どうすかな。あ、鶴丸。あ、君か。乱れたち今準備してるって。あ、悪い、ちょっと面談の資料まだまとめ終わってなくて、 あと30分で終わらせる。了解。そしたら俺調理室の方見てくるよ。うん、頼んだ。ああ、ギュッてしたらダメだよ。なんで？ふわふわにならないで。ぺちゃんこー。こうだったら口舞台計算。おいしそう。みんなで喜ぶかな。喜んでくれるよ。だって。あ、ほら、ダメだよ。だっておいしそうなんだもん。ああ、みたいに焦げちゃう。ああ、焦げちゃった。
来週なんだけどさ、休みもらってもいいかな？はい、どうしたんですか？ああ、ちょっと行きたいところがあってわかりました。代わる業務教えてください。わかった、後でまとめて渡すよ。はい。清水は寒くないの？まあ、寒いけど平気。なんでじゃあ手袋持ってこないの？別にいらないから。はい、いいよ。はい、はい、もう片方は、はい、はい、おっ、ほら、行くよ。分かったから、ほら、やめて、ほんと怖いから。わーおっと、もう何すんのさ。驚いた？驚いた。何やってんの？うん、ほら、あそこ、お、猫がいるの。かわいいねー。わーわー、何それ。あ、ちょっと、あ、逃げたじゃん。もうせっかく泣き真似してあげたのに。泣き真似だったの？え、上手でしょう。怪獣が泣いてるのかと思う。あ、これ、はい、どうしたの？似合うなって思って。ありがとう。綺麗でしょ？うん。いいね、綺麗だ。清水花好きだよね。うん、好き。清光みたい。そう？歌手何これ、おい、
どうしたの？ああ、さっき境内のところで拾ってさ。あ、ちゃんと落ちてるやつを拾ったぞ。そう。うん。君、花が好きって前に言ってただろ？そうだけど、どうしたの急に？なんか椿見て歌集っぽいなって思ってさ。それでなんとなく。ねえ、どこが俺っぽいって思ったの？これもなんとなく。もうしょうがないな。でもありがとう。大事にするよ。うん、大事にしてくれよ。うん。やっとだ、行くよ。あ、そっか、待って待って、清水。清水、本当にピンクだね。そうね、綺麗に。清水。何？綿毛って一つにどれぐらいあるんだろう、種。そう、数えてみたら。1、2、3。無理だよ。そりゃそっか。何？何？前田、目覚ましたよ。そっか、よかった。よかったじゃないよ。なんで一人で突っ込んでいたの？俺ならやれると思ったから。それでこのざまなのに一人で戦ってるんじゃないんだよ。そんなの分かってるよ。折れてたかもしれないって言ってんの。それは頭冷やしてくる。清光、清光、待ってよ。ねえ清光、待って。一人にしてって言ってんの。一人になるなって言ってるの。お前一人になると無理するだろ。僕に頼れって言ってるの。お前に頼れって？そうだよ。お前まだ俺より弱いじゃん。そういうことじゃないだろう。分かってるんだ俺だって。今日のは俺が悪かった。刀だからさ、万が一のあることがあるってのは分かってるし、その覚悟もしてるつもりだけどさ、
お前のそういう顔見るの嫌かも。だから気をつける。それでいい？絶対だよ。努力する。絶対。なーに泣きそうになってんの。ブサイクだよそれ。さっきまでムスッとしてた方がもっとブサイクだ。俺はいつだって可愛いの。調子いいんだから。ねえ安田だ。何？もっと強くなってね。ひろみつ、もう。眠いよ。まだ行くよ。だってまだ夜明けだよ。お前がちゃんと世話するって言ったんでしょ。ちょっと清水が見たいって言うから植えたんであって。それはそうだけど、俺も手伝うから。今日はどのあたり手入れするの？あっち。あっち。お手気にぐらいあるよ。そうかもしんないね。全然届いてないよ俺もだけど。すごいよね。育ったね。ほんとよく育ちました。ほら、すごいじゃん。どうしたのこれ。なんか大きいスイカが取れたから切ってもらった。食べよ。いいよ。甘いかな。甘いんじゃない、これだけ赤かったら。いただきます。甘いね。すっごい甘い。こんな立派な木だったじゃん。ねえ。トラクターで土作りでしゃべって。クマの人だって。そうそう。よくやるよね。ねえ。嫁とまた花火しようよ。いいけど、主がいっぱいやれって花火たくさんくれた。好きだよね、主も。来ればよかったのにね、一緒に。なんで来てないの、主。明日までに出さなきゃいけない書類をやってなかったんだって。まあ、今頃むつの神に怒られてんじゃない。じゃないかな。清水。何？勝負。いいよ。どっちが長く続けられてるかな。着いた。清水はさ、大きい花火とこういう花火だったらどっちが好き？俺は線香花火の方が好き。でも大きいのも楽しくない？僕はネズミ花火。あれどこが面白いの？面白いじゃん。あ、咲いたよ、ほら。そうね、綺麗ねえ。かわいいよね。あ、はい、俺の勝ち。落ちた。清水。うん？さっきまで雨降ってたから、ほら水玉。そうね。何しようとしたのかな。え、ほら、水も滴る。滴ってなくても俺は可愛いので大丈夫です。はい、よー。清水。何？誉れとった方が明日のおやつもらえる。いいよ。じゃあ、いくよ。おっしゃ。何？今何体？60。僕63。嘘つけ。清光。何？清光はさ、春と秋だったらどっちが好き？俺は春が好きかな。なんで？だって桜綺麗じゃん。安田は？僕も春。なん
だって秋ってなんか寂しくなんない？何急に真面目なこと言い出して。ほら帰るよ。うん、綺麗。ほんと綺麗だね。行こっか。尖ってるね。杉の木でしょ、それ。それって主があの花粉症っていうのでやつ？そう。毎年春になるとかわいそうなぐらいになります。ねえ。さあ早く帰ろう。お腹すいた。そうそう。今日の夕飯何かな？キノコ汁。シャドーボクシングあれ結構いい運動になるんだから。あばらバカにしてんじゃねえぞ。バカにはしてないけどさ、せめてさ外でやりなよ。よお疲れ。あーお疲れ。どうしたのそれ。あーこれか、うん、さっき緑とイチゴと食材切りが焼き芋してさ焼き芋。そうおすそ分けって。うーん、金芋食べるか。うん、もらう。うん、綺麗な花じゃないか。でしょ。うん、君が生けたのか。そう、たまにはいいかなって。うん、いいじゃないか、華やかになって、うん、おい、暑いから気をつけろよ。どれにしようかな。これなんかいいんじゃないか。そうだね。うん、ちょっとこれだけな、一番熱々してます。嘘でしょわざとこれ進めた。あ、これが一番熱々だじゃあこっちにしますああ、じゃあ俺はこのキノコになっちゃうね。いただきます。いただきます。おいしい。なんてさすが食材切りだな。そうね、ミナレとイチゴだけじゃなくてよかったわ。それはね、絶対ダメだよ。第一、許可が下りない。ああ、確かにな、あの二人だけだとちょっと心配だからな。本当に。清光。なーに？結構咲いてるね。そうね。でももうちょっと？
そうかも。あそこの木が一番すごい。綺麗だね。あ、鳥がいる。何の鳥かわかる？ホトトギス？違うよ、メジロ。あ、来た。あ、すぐに逃げちゃう。しょうがないよ、野鳥だもん。あ、美味しそう。なんでそうなるの？だって俺は香りを楽しんでるの。でもそれだったら桜の方が良くない？なんで？お花見団子が美味しい。やっさだわ、そればっかり。ねえ、これ主に持って帰ったら喜ぶかな。そうかも。どれにする？そうだな、この辺とかどう？まだつぼみあるからさ。良さそうね。主の反応が楽しみだね。うん。あったかーい。そうね。ちょっと待って。清水何してるの？早く。何？早くここ。待ってよ。もう早く。はい。何？ほら、特等席。そうね、綺麗。その特等席でお花見しよう。は？これが蜂蜜梅で。これがシソ梅、これがカツオ梅で、これがひじき梅で、これがカリカリ梅で、ね、ちょっと待って、何個作ってるの？最後は、スルマルサク。何が入ってるのかわからない。俺、それいらないからね。ねえ、一緒食べよ。絶対やだ。一人じゃ勇気できない。やさだ、食べて。やだ、絶対面白いんだって。面白いのはやさだだけでいいんじゃないかな。食べてすぐ横になると牛になるよ。なんないよ。そう言って餅の食べ過ぎで太ったやつ誰だ。そんなこと言ってばっかりすると不細工なるよ。なりません。何だから。は？一緒寝よ。それはいいよ。もう遠慮するな。ちょっともうやめろよ。春は紫外線が多いんだよ。そうやって悲しいことばっかり。だって焼けたくないんだよ。もう言うなよ。ねえ、何？あのさ、また一緒に来ようね。うん。
食べ物の話ばっかりでさ、ここでおにぎり食べることになったんだ。確かにこんなにいい酒っぷりだとおにぎりがさらに一層美味しく感じるな。するさ。いちごとみだれがさ、持たせてくれ。大丈夫？なんだこれ、チョコレートとバナナ。いちごな。やられたね、ズルマル。そうだ、カシ、君にも一つやろう。いらない。遠慮すんな、まだ二つくらいあるぞ。いらないから。いやいやいや、払っていいだろ。ほらほら。お腹いっぱいだから大丈夫ね。あー、そっか。じゃあ、エリュー先生、お一つどうですか。私も遠慮します。あー、お腹いっぱいか、はい、じゃあ、朝飯抜いてるって言ってたよな。いや、鶴さん全部食べていいよ。そうか。でもほら、せっかくだからさ、みんなで食べようぜ。そのまる。おい、え、これ熱い。本当に普通の。大丈夫だって。はい、エリュー先生もな。はい、あ、見つかった。これ普通だから大丈夫だぞ。はい、普通だぞ。あれ色が違う。あれ、みんなで座ってこうぜ。ねえ、清光。うん。起きろよ。え、風邪ひくぞ。何？やっさだ。ねえ、清光。何？話、いい？俺も、お前に話あるんだけど。文句言うなよ。言わないよ。ねえ。ん？本丸、帰らないの？帰らないよ。主待ってるよ。わかってるよ。でもさ、俺はお前と一緒に帰りたかったの。だから帰らない。そっか。うん。ねえ、清光。うん。それ何？ねえ、安田、爪塗ってよ。約束だろ。うん。
ンキュ。ねえ安田、俺さ、お前と見たかったもの、この目で全部見てきたよ。これからもいろんなもの見てくんだと思う。安田、俺生きてくよ。泣くなよ。安田だ、行ってきます。人の努力を笑ったこと、自分は努力しなかったこと、大切な時手を抜いたこと、最後の最後で諦めたこと、
とごめんなさいを簡単に言ったことありがとう言わなかったことありがとうを勝手に期待したこと愛されているのを自覚しなかった少しずつ生きていこうちょっぴりちょっとの寂しさ